今日は少しゆっくりめっちゃゆっくりめだ。こんにちは。お昼からリハです。今ちょっと身支度中。こんにちは。雨降ってるの？そうなの？今日はハーフアップ、ハーフアップネキです。ハーフアップしてみた。村長、体調崩すのですごいなってしみじみ。大丈夫？体調は。今日も可愛い、ありがとう。私はね、体調はそうだね、健康運はいいね。健康運は両親に感謝です。こんにちは。こんにちは。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。今日でコンサートリハが終了だ。一旦ひとまず一旦終わり、またコンサート近くなったらやるけど一旦終わり。今日なんかあんま寝れなかったんです。なんか寝つきが悪かったの。終わることへの興奮が止まらなくて、多分そう、なんか解放されるってなったら急に寝れなくなっちゃって、今日それが嬉しすぎて全然寝つき悪かった。なんなら今日が一番寝れなかったかも。コンサートのもう覚え切ったというのに、なんなら寝れなかった。今日が終わる日が楽しみすぎて寝れなかった全然。そう、今日はそう、さえみりーさんとみーちゃんとななかとひじりとお疲れ様会するから。そう、襟付きポロシャツかわいい。ポロシャツかわいいでしょ。あれポロシャツ好きなの。でもこのこれしか持ってないかも。ポロシャツ一着しか持ってないかも。ポロシャツね、断捨離しちゃったからこれしか持ってない。欲しいな。でももう夏終わる、終わって言ってもね、ポロシャツ好き。こんにちは。そう、今日頑張ります。
ラスト頑張るじゃん。逃走中ディアタイできるとは思う。うん、でも実況配信するかはちょっと分からんね。あんま最近してないけど、できたらしようかな。できたらしようかなって感じだけど、長時間同じ体勢だとちょっと疲れちゃうからな2時間半くらい。本当はソファーとかに横になりながら見たい。こんにちは。今日って金曜日だよね。花金だ。本当の本当の花金。本当の本当に花金です。こんにちは。これぞ花金って感じで。嬉しい。リハ終わった後眠くなりそう。今日全然、ね、眠りが浅くて何度も起きちゃったからなんか寝れてない気がしてる。眠くなりそうだけどアドレナリンでどうにかそうではあるけど、こんにちは。そう、ご飯の時に眠くなりそうで。エナドリ決めようかな。リハのヒレをメイクする人なのね。なんか自分の顔を鏡でパッて見た時になんか落ち込む。すっぴんだとブスッってなってなんか表情とかこうやってちょっと確認しながら踊りたいんだけど、練習したいから。だけどすっぴんだとなんかブスッってなってなんかテンション上がらないからちょっとだけメイクしてます。いつもそう、公演ほどメイクしないけど薄く、あーちょっと鏡は 見れるレベルだなぐらいまではそうメイクするっていうのが自分なりのポイントです。スーパーカイですありがとう、ありがとう。こんにちは。
モクリップ。かわいい。かわいいでしょ。逃げ出そう。あとでここはこう。そう。こんにちは。HKT カラー、確かに。確かに。グレーな、ちょっとグレー。こんにちは。前髪ちょっと今日短いなんかまあいいか。こんにちは。ほぼほぼ身支度は終わったかも。確かにクリップもポロシャツもちょっとなんか今日 HKT から意図してない。意識高い意識高いわ私。オッケー、こんにちは。お腹が空いただと食べて、食べなさいお腹が空いた時に食べるんだ。まだお昼じゃないけどね、なんか。え？なんか写真撮れるようになってる。TikTok が。なんで？すごくない？何？あ、なんか動画、え？写真だけ載せれんの？え？え？何これ。でもなんか一瞬投稿しちゃったよ、写真。謎の今自撮りしてみたら。何これ、無加工写真じゃないの。しかも焦った。何これ、え、写真だけ投稿できる？
1528。あとなんか写真だけ投稿。何の機能、ちょっともう一回見せして。写真、え、謎の写真が撮れちゃいましたね。なんだ、なんだろうこれ。変なボタンを押したら投稿されちゃったよ。なんすか？ちょっと後で消そう。唐突な自撮り自撮り写真。怖い、びっくり。なんかチェックマークみたいなとこをさ、ポンって押したらなんか投稿されちゃった。後で消すけど。自動ない、音楽ついてんの音楽ついてた。何の、えどう、え、なになに、なん、どういう歌、知らない曲がついてる。そう、BGM ついてます。え、どうやったらつくのこれ。どうやって、な、なんだろう、わからん、わかりません。私はランダムだ多分。歌全然、びっくりしちゃったね今。後で消そう。記念ちょっとだけ残しとくけど、後で消す。記念にというか、なんか謎のボタンを、チェックボタンを押したらなんか投稿されちゃったから。まあいいや、幻の投稿だ。私は今日はね、午後からそう謎のボタンって押してみたくなるよね。そう、なんか押してみたくなって真ん中のボタンを押してみたら投稿された。投稿とかじゃなく
画像の保存だと思って押してみたらなんか投稿されちゃった。え？はにゃはにゃり。こんにちは。なんか自撮りみたいな写真、自撮り写真だけ、ストーリーみたいな。一旦今日が終わればちょっとゆっくりできるのかしらね。はみんな台風は大丈夫ですか？なんか関東の方に近づいてない？あんまり進路分かってないんだけど。雨すごいんだよね。言ってたね。雨は本当に勘弁、本当に勘弁してほしい。できた。関西は降ってないとのことですね。慣れてる勘弁勘弁。涼しいんだ。こっち29度ぐらいあるって。何時間見てても飽きない可愛さ。アイリちゃんがトットすぎる。いや何それ。何それ何それ。そんな言ってもらえちゃっていいのかしら。幸せよ。嬉しいよ。何時間でも見てていいよ。局地的に大雨。あ、そうなんだ。あらら、千葉ディズニー、ディズニー大雨。ディズニー行きたい。ディズニー行きたい。ディズニー行きたい。
短パンは寒い。そんなやだ。26度。あ、そうなんだ。愛梨福岡29度。29は暑いよね、わりかし。わりかし濡れるよね、本当に。本当に勘弁、雨は勘弁です、ね、暑いよね。多分こっちは暑いんだろうね。確かにジメジメ感。なんかあと最近はなんかセールをセールがいろいろあるじゃん。洋服とかもセール中だったり、夏のものがね、季節的にもう秋になっていくから。あとはなんかコスメとかも今秋のセールやってて、韓国通販サイトとかで。だから私めっちゃいろいろ買っちゃったんだけど、でも必要なものというか消耗品だから、どれもディップとかも買ってみたけど、めっちゃ買ったよいろいろ。ファンデーションとかディップとか、カラコンとか、あとなんか一番多く買ったのは結構お肌の保湿とか美容液とか。やっぱ秋冬乾燥してくるから、しっかり保湿できるやつとか、肌の毛穴とかなんかシミとかその予防とか、そういうなんか美容液がね、バズってる美容液とか結構多いね、韓国のやつは。そうだからちょっと買ってみまして、いろいろと。最近は結構もっとね、お肌を綺麗にしたいってちょっと思ってて、ケアを頑張ろうかなって思ってます。美意識高めたいね。秋冬は特に乾燥してきちゃうから、お肌がねちょっとケアしてあげないと、多分ほんとすぐ乾燥するから、ちゃんとクリームとか塗ってしっかり保湿したいなって思ってます。そう、今日はねちょっとまあいい感じだね、肌のコンディション的に。最悪の日もあるけどね、なんか肌荒れみたいなする時ももちろん、あるんだよね。女の子は特に結構日によってコンディション変わるし、結構荒れちゃったりもあるんだよね。大変だよ。お仕事でもメイクもしないといけないから、負担とかはあるかもしれないけど、ケアをねちゃんとその分しなきゃと。12時になりました。では行きたいと思います。もう私は準備します。
ちょっとでしたよ。お付き合いいただきありがとう。お昼にね、今日の夜は多分やんない多分というかほぼやんない、ほぼほぼしないと思う。そう、ちょっとお酒をたしなむと思います。今日は頑張ったから5日か。そう、なんでまたメールとかチャットで。じゃあランキング読ます。13位エルプリメロさん、12位ネーネーさん、11位タークンさん、10位ペシさん、9位ムカチカモさん、8位チーさん、7位ホクピグさん、6位スノハラくんさん、5位クロちゃん、4位ドマさん、3位タートンさん、2位アオイちゃん、1位ダイちゃん、ありがとう。いや頑張ってくる。福清さんありがとう、ありがとうございます。会議終わった。お、ちょうどみんな午後も頑張ってください。ありがとう、頑張ります。みんなもファイティン。かわいさんファイト、ありがとう。天気ちょっと悪かったりすると思いますがお気をつけて。じゃあね、バイバイ、行ってきます。ありがとう。